この日はお肉屋さんが営む神戸ビーフランチを食べに神戸駅へやってきました。駅から徒歩5分ほどの場所。明治4年創業の歴史あるお肉屋さん、阪急神戸、大丸神戸、阪神梅田にもお店があります。レストランは右側のエレベーターから、隠し扉みたいな感じでワクワク。メニューはこちら、限定メニューもあるので料理も電話で予約しました。ステーキランチコースもあって美味しそう。昔ながらのエレベーターにも歴史を感じます。早速行ってみましょう。レストランは昭和の高級感漂う大人な雰囲気、高級店ならではのおもてなしの接客です。お席は鉄板のテーブル席、ゴージャスな感じに食べる前から気分も上がること間違いなしです。牛肉料理がメインですが、とんかつもあります。引き締まった肉質で豚の旨味が詰まってる薄めの衣がお肉の美味しさを引き立てます。限定10食の神戸ビーフのビーフカツ、神戸ビーフのステーキ重も10食限定です。美しすぎる断面はうっとりするほど。いただきます。これは格別な美味しさ。一口噛むと柔らかさに驚き、噛むほどに脂がとろけてほっぺたもとろける美味しさ。ソースは神戸ビーフにぴったりな味わいで美味、衣にも味がついててお肉の旨味を引き立てます。美味しすぎて何度も思い出すほどたまらない美味しさでした。芸術的な味わいの神戸ビーフのビーフカツ、ちょっと贅沢だけど食べる価値ありですよ。美味しさに感動したテンションそのままに、1階のお肉屋さんでお肉も買って帰ります。お昼には特製弁当も販売されてました。1000円前後で美味しいお肉弁当がいただけます。こちらもまた利用させてもらおう。店内には美味しそうな和牛がずらり、大きなステーキも1000円台からあってお値打ちです。手ごねハンバーグと牛すじを買って帰ろう。ジューシーで弾力ある噛み応え、お肉の質の良さがわかるハンバーグでした。ショーケースには圧巻の神戸牛。次回は神戸牛のステーキも堪能したい。お祝い事のお肉はここで決まりです。神戸駅に戻ってきました。久しぶりに来るとお店が結構変わっててびっくり。紅葉でお買い物した後、おやつを買いに神戸駅西側へ。今日は和菓子の気分。駅からすぐの場所にある和菓子屋さん、兵庫区にいた頃に何度か利用させていただいてたお店。
久しぶりにやってきました。明治34年創業、120年続く神戸の老舗幸福堂さん。歴史ある小さな可愛いお店です。昔ながらの豆大福やみたらし団子、今風な生チョコの団子まで、丸くて可愛い和菓子たちが並びます。もう一つのお店の名物が B 神戸の焼き印が入った神戸どら焼き。栗入りや白あんもありますよ。包装も可愛くって神戸のお土産にもぴったりですね。こちらを購入しました。自宅でいただきます。まずは食いしん坊の息子がどら焼きをチョイス。B 神戸の焼き印が入ってるとなんだかおしゃれなどら焼きに感じますね。息子は大好物のあんこに満足そう。生地がもちもちで美味しいよと言ってます。大人はこちらから。この3つの中での一押しは昔ながらのこれ。柔らかい生地が口の中で溶ける。あんこにほんのり効いた塩気が甘さを引き立てます。中には抹茶生チョコがぎゅっと入ってます。甘さ控えめで抹茶の風味がしっかり感じられる和と洋の不思議な味わいが癖になる味。最後に私もどら焼きをいただきます。兵庫県産小麦粉異人感を使用したもちもち生地が特徴的。自家製あんこと合わさって美味しかったです。どら焼き、大福、みたらし団子など昔ながらのお菓子が美味しい老舗和菓子屋さんでした。